ないということを確認したかったんですけど、まず電解質のバランスは正常範囲にあります、ね。はい、腎臓の機能も悪くないですね、はい、でもちょっと低いぐらいかな、これはね、まあでもいいでしょう、血糖値もいいでしょう。肝臓、まあ若干上がってるとは言うものの、これぐらいなら別に問題ない、うん、若いと高いし、成長期でも高いからね、だからカット、だからタンパク、アルブミン、なんとか正常範囲に入ってきたよね。これ低かったもんね、ちょっとね。で、グロブリンも正常範囲、カルシウムも正常範囲、まあちょっと高かったんですけどね。あとコレステロール、中性脂肪も正常、血液中寄生虫もないとから、赤血球の溶石ね、前低かったんですけど上がってきましたね、正常範囲に入ってきました。白血球数もまあこれなら数は正常範囲です、この辺がまた肝臓なんだけど、まあ、これは気にしないでください。アンモニア GGT 正常です、リパーゼは膵臓が悪いと分かりますけど、まあ正常。 CRP 前どのと4もあったのかな、前ちょっと手でもいいんだよね。あ、なんか喉の、ああ、そっか、短期間性の鼻炎。まあじゃあ炎症マーカーの数字も正常に入ってます。ガリンも前 11.5 で、まあ 6.5、 まだ正常に高いけど、これも若いから、CPK はまだ高いね、まあこれね、やっぱ筋肉、お腹、胃腸の筋肉がちょっと弱ってるから上がってる可能性ですね。で、白血球の数は正常だって言いますけど、内訳、急性炎症で増える好中球は3800、まあ正常です。リンパ球が4200、正常です。短球が776、抗酸球770、まあ内訳もまあまあ正常範囲です。だから赤血球の数も正常の下の方だけど正常範囲に入ってきてます。若い赤血球もそれなりに出てました。血小板が少し多いかな、その程度です。で、続いてこれはね、ちょっと心電図なんですけど、まあ心電図30秒取ったのね、でもまあこれをちょっと規則正しく言ってますよ、だからまあ不整脈はないと思います。で、この1回の心電図を瞬間的に読んでくれるんですね。そうするとちょっと左軸変異があると、心臓の軸がちょっと左に寄ってるってことは、どういうことかって心臓の左がちょっと大きいかなと思われる心電図所見です。で、レントゲンを一緒に見ましょうか。ありがとうございます。